ブワディスワフ一世は、オシュフィエンチム公、チェシン公ミエシュコ一世の長男。1290年、当ミエシュコ一世が、チェシン公国の単独統治者となって間もなく、ブワディスワフ一世は、父の共同統治者とされた。1315年に、ミエシュコ一世が死ぬと、ブワディスワフ一世は、首都チェシンを相続せず、より重要性の低いオシフィエンチムを領有した。 このことは後に弟カジミエシュ一世との政治的紛争の原因となり、ブワディスワフ一世は弟との争いを有利に進めるため、同盟のポーランド国王である、ブワディスワフ一世の同盟者に加わることになった。ブワディスワフ一世の死亡時期は、はっきりしないが、1321年から1324年の間だったと言われる。遺体は、 オシフィエンチムのドミニコ会修道院に埋葬された。1304年までに、プーツクコーボレスワフ2世の娘ウフロジナと結婚し、二人の子供を設けた。ヤン1世、アンナ、アラド、バーチ、セレームの軍隊成長にタマーシュと結婚。ありがとうございます。